アンソニー・マイケル、トニー・ラゼリは、1920年代から1930年代に活躍したアメリカメジャーリーグの選手。主なポジションは二類種。カリフォルニア州サンフランシスコ生まれ。右投げ右打ち。ニックネームは、プーッシュ、エン・アップ。ニックネームの由来は、カットバセの意味のイタリア語が語訳されたもの。1925年にパシフィック・コーストリーグの ソルトレークシティ球団からヤンキースに入団。この年、ラゼリはマイナーリーグで60本の本類打と222打点という驚異的な活躍を見せていた。翌1926年にメジャーデビューし1年目からフルシーズンの出場を果たし、打率275、18本類打114打点の成績を残す。同年は、 ワールドシリーズにも出場した。ヤンキースには1937年まで12年間在籍し、1920年代のベイブルースやドゥーゲイリーグラを擁するマーダラー・アッツ・ローの一角を担った。この間、1929年に打率、354を上げたのをはじめ、打率3割以上を5シーズン、100打点以上を7シーズン記録し、 計6回のワールドシリーズ出場を果たしている。また1936年5月24日の試合では満塁ホームラン2本を含む1試合11打点のリーグ記録を打ち立てた。1937年にヤンキースはラゼリを放出。翌1938年にカブスへ移籍するが出場は54試合にとどまる。この年カブスはナショナルリーグを制し、 ラゼリも自身7回目のワールドシリーズ出場となったが2打数ヒットなしに終わった。翌1939年に現役を引退する。1946年カリフォルニア州の自宅で心臓発作のため42歳で死去。なお伝えられるところではラゼリは生涯ずっと転換を患ずらっていたという。1991年にベテランズ委員会が アメリカ野球殿堂入り選手に選出した。ありがとうございます。